第25歩兵連隊は後方に転戦。朱雀軍の動きが活発化し、総竜軍にも後往が見られます。フ、うん総竜の現状は慎重派だ。本格的な参戦ではあるまい。はい。後方支援を基本とし、援軍を送るに留めている模様です。追って指示を伝える。下がれ。はっ。 そろそろ、貴様にも働いてもらうぞ。いいだろう。彼を使うおつもりですか貴様が気にかけることではない。報告をしろ。は、はい。旧機関の稼働は順調です。対象を発見さえできれば、直接鑑賞域において、 制御下に置くことができると思われます。捜索を急げ。そのための手段は問わん。は歯車の周り、想像以上に早い。雷がなる前にことを済まさねばな。 主友京がそれは我らを守ることいえスザクを守ることにつながると我らはルシそれ以上でもそれ以下でもない愚問でした主友京はルシであられるご判断は正しいでしょうではスザク軍は作戦通り動きますよろしいですね 好きにしろ我は主らにいかなる保証もしないもしもの時は兵を撤退させることだなもしもの時クリスタルの加護を信じましょうどう責任を取るつもりだね責任 私の許可なく兵を動かし、死なせと責任だよ。これは優意識事態だぞ。何が問題なのかしら兵士が一人死んだ、それだけよ。あの子たちは首都奪還作戦を見事に成功させたわ。得たものと失ったもの,の引き算もできないのかしら。だとしても軍部には、石膏も密定も、あの任務に適した者はいくらでもいたというのに なぜあの青年、いざなくなぎりでなければならなかったのだそれはあの子が望んだから。なだとどこで出会ったかは知らないけど、エースがあの子がいいって言うんだもの。<laughs> それだけの理由で、子供のわがままに付き合って、我が軍から兵を動かし死なせたというのか十分すぎる理由じゃない。 それにスザクの軍よ。委員長の許可があり動いている。それに問題があるのかしら<笑><笑>